JR 学園都市線石狩当別駅の一番ホームです。駅前はこんな感じ。都会です。なかなか都会です。下手な函館本線沿いにある市よりも都会です。2番3番は2番3番はさっき行ったんで割愛します。 IC カードを入れてください。 IC カードもチャージ可能と。せっかくのフリー切符で活用しないと。で、石狩当別駅は京城駅になっていますね。利用者はかなりやっぱり多いですね。改札も高架タイプで、もちろん緑の窓口が設置されています。自動販売機も多数。そしてこれが線路の両側を結ぶ駅の自由連絡通路になっています。そして発車案内はですね、 LED 式というかモニターに表示するタイプですね。それでは時間もないので、石狩当別駅の駅前の方見ていきましょう。エレベーターはあるけどエスカレーターはありません。階段で下に降りていきます。駅前にはちゃんとねビルが建ってますね。そしてこれが石狩当別駅の駅前広場になります。はい、これがね、駅前通りです。まあ、綺麗な、ニュータウンの駅といった感じでしょうか。時間はね、6分ぐらいしかないから、これはね、手短に取らなきゃいけない。あ、こんなんでいいんじゃないか。都会感漂ってる。もあります。駅舎の窓枠にステンドグラスがはめ込まれています。そしたらですね、次の発車まで時間があまりないので先に進んでいくことにしましょう。発車時刻表はこんな感じですね。自動券売機タッチパネル式が2つあります。ここから札幌までは640円。それではですね、次の電車もうすぐ来ますので1番ホームの方に降りていきましょう。